瀬さん。はい。そもそもここスクリーン乗れます？いや乗れるっしょ。乗れるか。さすがに。え、ここって乗れるんすか？乗れる乗れる。これ乗れますよ。どうやって乗るのこれ？真面目にやってくださいね。ボケボケいらないっす。ちょっと待ってください。待って。え、一回前回のチームで練習したんすよ。前回のチームで。はい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 。何やってるんですか。あれちょっと待って、ボケいらんせよ。まず掴まないと、まず掴まないと。え、これ掴まなくても乗れるっていう話が。ジャンプもしてないじゃん、野瀬さん。でもじゃあジャンプしようとしてできてないんですよ。ジャンプしてないんじゃなくてジャンプしようとしてんすよ。ねえねえ、こっちの方が絶対簡単かも。ここのさ、左壁に貼り付けてジャンプしてしゃがみ。おあ、それだとか言って、ここの角からそれだよね、浦和さんね。ちょっと待って、違う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 。浦和さん、俺は疲れてるっす。今疲れてるんすよ。なんか、疲れてる、これは。あ、ちょ、乗れない。あー、なるほど。要はこうやって円形じゃないですか。そう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 。相手が遠ければ遠いほどゲーム見たら、要はめっちゃ動くんですよ。はいはいはい。だからここに当てる敵よりも、あ、どうぞどうぞどうぞ、ここに対して当てる方がめっちゃ当てやすいです。なるほど。そう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 。なんでって感じですね。了解です。